ないでしょ。どうなんですか。入れてる。キポットのやつで食べるね。マジで。ピザってそうだよ。もっともっと。中身じゃないんですよ。やっぱそんな気がなくてもいいんだね。ね、いっぱいでいいね、これ。サラダ。ちょっと甘めでいいかな。嬉しい。そういっぱい入ってるよ。なかなかいい。こんなチーズのパスタ、ベンチューラ、ください、これ。ベルジュー、ベルゼってこれ野菜って意味でしょ。だと思う。ベルゼは緑でしょ。ベルディのベルゼ、ね、野菜って意味。えのき。ピザどう？おいしい？お母さんだけ見るの？子供、お父さん飲まない。案件だ。うん。でもまだ授乳中って感じだけど、影響はないのかしら。お皿も可愛いよ。なんかマジョラム見せて。マジョラム。ごめんね。ちょっと。みんな落ちてぐらい。あ、お昼のとこあんまり書いてあるから今度じゃない、ちょうど一段落して終わった一巡目1時ぐらいまで混んでたんですかね、ね、近くまで12時半とか、でもさ、人気ある店だとさ、そうだと本日のパスタもなくなっちゃったじゃん。だからないじゃん。前もバラ見に行ったらさ、お魚の方がなくなっちゃったじゃん。あれどこだ？ミノブの前のフラワーセット。
バラを見に行ったじゃない、うん、あれももう午前中でほら、ほんとお昼ぐらいで全部売り切れちゃった。やっぱり肉効いてる、うん、これでも落ちるのよ、うん、具が、うん、人参が多くていいの、トーンが重いでしょ、うんうん、硬いきついね、私も、うん、きついと思う。食べてない、インゲンとか、うん、珍しい野菜のパスタ、野菜のパスタ、うん、キノコは言うほど入ってないけど、キノコ高い？なんか仙人小屋に行かないと。キノコあれ、なんか隣の人も食べたキノコ定食が美味しそうだった。仙人小屋も。あれ絶対美味しいよね、キノコ。スーパーの道なんか見たことないあんなキノコ、うん、なかなか。はい。うん、全然見たことないよ、あの、本当に。硬いのよ、このトンボが。辛い？うん、でもそんなに辛くない。あ、タバスコより全然辛い。もうスプーンで取ったよ。落ちちゃって落ちちゃって。でも色々入ってればいいよ、これブロッコリーとか。
シェアができそうだ、うん、ベルディは行くのかね、J は。だってさ、もう町田頑張ってさ、2位になっちゃう、うん、でもプレーオフになったら松本が危ないかも。岡山すごかったよね、うん、去年だっけ、うん、抜けてたもんね、体から裸の兄ちゃんが、うん、松本で、すごかった。ベルディ戦前にこれを食べる。ベルディ勝ったけど。ロティーナだからね、笑うよね。ロティーナが来るなんて思ってなかったのに、ツーショット持ってんだよ、あんな。15年前だよ。セルタ行って、あんなロティーナ監督写真撮って、まさか写真持ってっても見せればいいね、うん、撮ってでもさ、この空爆でいけない、びっくりだろう、向こうも、うん、15年前で、でも15年前でもロティーナあんまり変わってないような気がする、うん、なんか、うん、頭とかまさか日本来るなんて思ってない、セルタの監督やったの、うん、びっくりだろ。今スペインの監督多いじゃない、うん、なんかあんだよ、やっぱり千葉とか、岡山とかもね、うん、なんかあんだよ、うん、おかしいもん、ね、うん、なんかあるんだ、スペイン人が本当にいなかったもんね。でもスペイン人の選手もいないじゃん、あんまりニュースターもないじゃん、最初で、うん、2つ食べていい、このオイルちょっとつける、ちょっとで、なんか辛いの、これでしょ、お母さん肩こるな、赤ちゃんがいるから体力ないとやっていけないのよ、うん、オイルが欲しい、天使みたいなさ、あるじゃんから。見えた？どこ見えんの、こんなちっちゃい。向こうのヨルチ。ヨルチのエンジェルいるじゃない、うん、あのイタリアって感じの。こ、うん、の画鋲だよ。食べていいよ。ゆっくりだ。サラダも美味しい。人参がいっぱい、なんか八ヶ岳サラダとか、うんうんうん、都会の人はそういうのを欲しいわ、高原野菜とかさ、そうそう、ヘルシーな、キノコとか、うん、鹿肉とか、うん、豚とか牛じゃなくて鹿とかイノシシとか、うま、あとイノシシなかったの、トカタク、なる、クマと、クマとだけだけど、だからこの馬の個性で熊と鹿売ってて八ヶ岳、八ヶ岳で、うん、で熊がもうすぐ売り切れちゃってて、
鹿じゃあもう熊がいいから鹿買ってきて。ジビエ流行ってるからね。うん、どこ行けるかな。ダメダメ。他にも行けないじゃん、ジビエも。そうそう。